神戸市立三影公会堂を正面三影は、神戸市東灘区にある地名の一つ、旧兵庫県向郡三影町の一帯を指す。山手川は、阪神間屈指の高級住宅街の一つとして、著名であり、阪神淡路大震災の被害を免れた豪邸が、点在している。日本一の富豪村と言われた隣接する住吉村同様、 阪急三影駅近くの六甲山の斜面に、神戸港を見下ろす老角を、庭園内に有する大林組創業課題、林屋のスペイン風西洋館や、同じく阪急三影駅南の公設美術館を内包する、朝日新聞創業家村山家の和館、六名館風西洋館など、大邸宅群がある。河口岩の別名、三影石の古源となった場所でもある。 海岸側は江戸時代以降栄えた酒所、名井里の一つ、三影郷であり、白鶴、菊、正宗、剣美氏などの造り坂や工場が現在も創業している。歴史的に有名なものとしては、沢の井という泉があり、神宮皇后がその水面にお姿を映し出したことが三影の名の起こりとされている。1933年に建設された神戸市立。 三影公会堂は建築当時のままの状態でいる。映画やテレビドラマ化されたホタルの墓の舞台である。現在、神戸市東灘区内で地名に三影と名の付く全域がほぼそのまま1950年3月31日までは三影町であった。三影町にあった字は神戸市に編入後2008年11月1日までに 三影を関する町名表示に改められた。神戸大空襲で、町内は被災、酒蔵と邸宅と共に発展した三影町とはいえ、町内の戦災復興をまかなうには、財政上大きな課題があった。時を同じくして、神戸市から合併の申し入れがあり、1950年4月1日付で、三影町は、全域が神戸市に編入、東野田区が誕生した。 空襲で避難し、形状は留めたものの大きな被害を受けた、三影町公会堂は、町民の避難所として機能した後、神戸市によって修復され1953年に、神戸市立三影公会堂となった。なお、戦後直後のこの時期、学生改革、男女共学化、小学区制導入に伴い、三影町内にあった兵庫県立第三、神戸高等女学校は、 兵庫県立三影高等学校になり、三影町内の中学生が進学する高校となった。三影高校誕生当時において、その通学圏、そして三影町自体が、まもなく消滅することもあり、三影高校の交渉は、三影町の町章に、校の字を組み合わせた遺書とされ、現在に至る。旧、三影町のほぼ全ての地域には、現在も地名に、 三影の文字が入っているが、本説では、地名に、三影以外の文字を含まない地域、すなわち現在の三影1丁目から三影3丁目までについて述べる。東名田区の平地部の中では、この地域とその東隣の三影長文家の二地区のみが、最後まで住居表示を実施していなかったが、2008年11月1日に、至ってようやく住居表示が実施された。 三影町名という町名に変更されたのは、同日以前の三影町三影あざ、江ノ本、上野山、岸本、城の前、篠の滝が、花、平野、三影町石あざ発色丘、朝木祭、三影町西平野あざ大原、一の坪、伊賀塚、下島、平野、東松本、西松本の合計3大あざ16庄字にわたる地域で、山手観戦委が、 三影一丁目、同意北の旧三影町三影の部分が北東部にあたる三影二丁目、旧三影町西平野の部分が北西部にあたる三影三丁目として、成立した。北は、阪急神戸線を境として、三影山手と、東は、神戸市道岩線と天神川を境に、三影群家と、南は、東側の旧大技三影が、三影中町と、西側の旧 大和岩屋やが、三影国町と、西は北側から、野田区くの気球町、高徳町、弓木町と、それぞれ隣接している。ありがとうございます。